んで、なんかね、今日はね、お座敷スタイルでいきたいと思います。で、釜座敷、実はこたつをやります。で、皆さんこたつって言われるとシェラフを広げて、あの、それで上に天板を乗っけるイメージじゃないですか。そうじゃなくて、机の上に穴の開いたシェラフを置いて、こたつにできるっていうやつがあって、で、しかもそこの穴を埋めれて、座布団にもなるっていうすごいロゴスのやつが、あの、うちの大きい寝袋とも全く同じ柄なんです。すごいです、すごい奇跡ですよね。ねえ、君分かる、あれでしょ、ね、あれでしょ。全部で何枚重ねになるかっていうのいいよ、見てみたい。はい、今からやります。グランドシート釜座敷って2枚敷いてあるんですけど、この上に敷きますよ。はい、まずさっきも言いましたが、あのグランドシート敷いて釜座敷を敷いてる状態なんですが、まず2枚ですね。いいです、ここに数字出てるはずですけど、それでババン、コストコのね、このパイナップルのいつも使ってる、ちょっと邪魔よ、あんた。せーの、ちょっと。ゆまちゃん早いよ。ねえ。パラパラ。あんたこれで終わりじゃない。はい、これ。さあ。はい、次これ。ね、これも電気毛布なの？だからこたつになるの。で、だから、電気の線があっちのポータブル電源に近い方に引く感じにして、重っ、だけ一緒にやって、男の力が必要なんですけど、せーの、なんだ、何だ、何よ、だってあったかいじゃん、だって僕寝たいんだよ。横でもそっちでもいいよ、届くでしょ。はい、そっちやって。え、どういうポタ、はい、ポタ、ポータ電源だってな。だって、なぜか、いつの間にか入ってたんだ。反対だ。あ、後ろ前なんだ。あ、裏表逆。なんでわかった。気持ちいい。はい、それで次は、はい、で5枚目30枚目あ、40枚目はい、これは島村ですね。島村、やっと寝っ転がれるんだけどさ、君さ、途中途中寝転がれるこんな感じです。ちょっとじゃあさ、はい、一応さ、そのコンセントが届くかどうかちょっと伸ばしてやってみてくれますか。まあ別にポータブル電源は動かしゃいいんだけど、寝る時も使うからみんなの近くに置いときたいかなと思う。マットです。マットがもう一枚増えました。タケルの上に行っちゃう。いいね、ほんと虎の毛皮だね、タケルの毛皮。え、何、なんで虎の毛皮？虎を殺して毛皮だけにして。余裕でいける、余裕でいける、オッケー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 。あ、これ、あれと一緒じゃん。同じ会社のやつ。会社？同じメーカーのやつ。同じやつじゃん。はい、次。はい、テーブルどこですか。ちょっとテーブルないと始まんない。この人どうしようかな。あ、もう
もう人じゃないのか、押されて怪我になったの。よいしょ。マジであんたの上に引くとこだったわよ。あんた悪いわよ。私の目玉に入ったこれ。別に入ってもいいし。はーい。広げるわよ。本当はもう一回り長いやつにぴったりだからちょっとギリギリなんだよね、ヒット感のが。いや、あれね、できましたか。はい、こんな感じでね、6枚の6枚敷きました。すごくないこれ。テーブル入れたら7だ。あ、はい、でまずこのグランドシートですね。はい、で釜座敷です。で、ちょっとこっちにあって、はい、そしてこのコストコのシートに電気毛布に島村の2つの敷くやつね。はい、で、ちょっと上げて、はい、で、これがさっき言ったシラフにもなる2つ布団で、机、あともう1枚。はい、そんな感じでたくさん敷きました。これであったかいと思います。で、ポータブル電源にこの電気毛布のコンセント余裕で届いたんで、普通にこのままね、つなげてこうやってこたつをやりたいと思います。はい、こんな感じでこたつです。もう真っ暗、まだ5時なのに、ね、秋だから。電気からつないで電気毛布をね、暖かくしているのでこたつでになってます。で、ラーメン来たー。